カルロス・クライバー、カルロス・クライバー、カーロス・クライバー、出生名、カール・ルートビヒ・クライバー。1930年7月3日、ベルリン2004年7月13日は、ドイツ出身の指揮者。第二次世界大戦期にアルゼンチンに亡命し、後に、父の国籍である、オーストリア国籍を取得した、居住はしていない。父は、世界的な指揮者であったエーリヒ・クライバー。 彼は、名指揮者で当時ベルリン国立歌劇場、音楽監督を務めていたエイリヒを父として生まれる。母は、ユダヤ系アメリカ人のルース・グッドリッチ、ルース・グドリッチ、生まれた時には、カール、カールと名乗っていた。父親がナチスと衝突、一家でアルゼンチンに亡命するとともに、スペイン語風にカルロスと改名する。カルロスは1950年、 ブエノスアイレスで音楽を学び始めるが、父の勧めで1952年からスイスは、チューリッヒの連邦工科大学に一旦は入学する。しかし、その翌年には、ミュンヘンゲルトナープラッツ劇場の無休練習指揮者になり、父の手助けで1954年には、ポツダムの劇場で、ミレッカーのオペレッタ、ガスパローネを振って指揮者デビューを飾る。この時彼は、 有名指揮者である父の七光で判断されることを嫌ったのか、あるいは指揮者になることを反対していた父エイリヒへの配慮か、カール・ケラーという芸名を用いているカルスのデビューに際し、エイリヒは幸運を祈るロー・ケラーよりと打電したという。父は指揮者志望の息子に助言を与え、劇場関係者に紹介のローを取る一方、 公の場で、息子の音楽活動を適厳しく批判したこともあった、ようだ。偉大な指揮者である父との関係は、息子の指揮者人生に複雑で深い影を投げかける、ことになる。その後、デュッセルドルフ、チューリヒ、シュトットガルトなどの歌劇場で、第一指揮者を務め、1968年には、バイエルン国立歌劇場の指揮者となり、名声を確立する。 1973年、ウィーン国立歌劇場にトリスタント・イゾルデでデビューし、翌年6月にはロンドンのロイヤル・オペラにバラの騎士で、7月にはバイロイト音楽祭にトリスタント・イゾルデデビューを果たす。1978年にはシカゴ交響楽団を指揮してアメリカデビュー。その後も世界の著名な歌劇場やオーケストラの指揮台に立つが、 一度も音楽監督のポストに就任せずにフリーランスの場に徹している。1980年代後半から指揮の回数が2、3年に数回のペースとなってゆく、指揮したオーケストラは主にバイエルン国立歌劇場管弦楽団、ウィーンフィル、ベルリンフィルなど、クライバーがどこかのオーケストラを指揮するというだけで大ニュースになり、守備よく演奏会のチケットを入手しても、 当日、本当に彼が式台に立つまでは確かに聞くことができるか保証の限りではなかったが、多くのファンが彼の演奏会を待ち望んでいた。しかし、1999年1月から2月にかけて、バイエルン放送交響楽団を指揮したのを最後に、公の場からほぼ姿を消した。そして2004年7月13日、バレエダンサーの夫人の故郷スロベニアにて、 闘病生活、立腺癌の果てに死去。前年に夫人を亡くし非常に落胆していたという情報からか、生前のクライバーを知る人の間には、自殺説も流れた。クライバーは、その式の回数の少なさに比例して、レコーディングの数が極端に少なかったが、ウィーンフィルトのベートーベンの公共曲第5番、第7番とブラームスの公共曲第4番、 いずれもドツグラモフォンによる録音は評判が高い。ウィーンフィル以外の録音ではバイエルン国立管弦楽団を指揮したベートーベンの公共曲第4番が発売当初から一大センセーションを巻き起こした。オペラ録音でもマダンノイでバキヒ姫とリスタントイゾルで以上録音、コウモリ録音と映像、カルメン、バラノキ士、 エイなど数少ないものの、それぞれ各曲の代表的名演とされる演奏記録である。しかし、ラボエームなど多くの録音セッションが、クライバー自身の放棄により中断してしまっている。その正規録音の少なさに比例して、放送録音やファンによる会場録音から制作された多くの海賊版が、市場に出回っている。彼は、ある時期、1970年代頃から,からレパートリーを、 少なく限定し、リハーサルの時間を同時代のチェリビザッケに、匹敵するほど、通常の倍以上多く取り、自分の意に沿わないと分かった仕事は次々と、キャンセルするという仕事のスタイルを取り続けた。これはかえってカリスマ的人気を煽り、キャンセルにより代替式者が立つリスクがあるにもかかわらず、常に、チケットは瞬時で売り切れた。 ドイツ系の若手指揮者不足が問題化された時期でもあり、カルロスは数少ない希望の星としてベルリンフィルの公認音楽監督候補に着せられたこともあるが、彼自身はそうした期待とは全く逆の方向へと走っていったと言える。クライバー自身はインタビュー嫌いで有名であり、自身の心情を改陳することは滅多になかったが、信仰のあったバーンスタインに私は 庭の野菜のように太陽を浴びて成長し、食べて、飲み、愛し合いたいだけとこぼしている。しかし、その舞台回数の少なさは、彼のこと音楽に関する極度の神経過敏と、父エイリヒと比較されることへの恐怖心から来るものと言われている。クライバーが指揮した数少ないオーケストラの一つである、ウィーンフィルは、1974年に、ベートーベンの公共曲第5番の、 レコーディングセッションで初共演して以来良好な関係を保ち続けるであろうと思われたが、1982年12月にベートーベンの公共曲第4番を練習中、意見の相違で学院と対立し定期演奏会をキャンセルしてしまうテレーズ事件に呼ばれている。6年間の空白の後、1988年3月に和解して再び指揮台に立ち、 モーツァルトの公共曲第36番、リンツとブラームスの公共曲第2番で、この時はあまりの練習の多さでミスが目立ったが、以来回数は決して多くないものの演奏を繰り広げた。1989年と1992年には、ウィーンフィルの有名なニューイヤーコンサートを指揮している。映像に残る彼のリハーサル風景は、学院に対し彼の音楽解釈を、 比喩的な表現を用いてこと細かく説明するものである。この点に関して父エイリヒも同様だったという。またリハーサルの前には必ず作曲家の自筆譜を調べ、他の演奏家による録音を入手して演奏解釈をチェックし、また父エイリヒが使用した奏符を研究するなど入念に準備を行った。しかし極めて緻密なリハーサルに対し、 本番はバレエを連想させるような独特の流麗、優美な式姿で観客を、そしてオーケストラの学院や同僚の音楽家までも魅了してやまなかった。それらは、ヨークの映像に残されており、オペラ映像では、舞台上で、歌が続く最中に、ピットの式姿だけを1分以上映し続けるという、常識ではありえない編集が行われているものもある。その式から溢れ出る音楽は、 めくるめく、スピード感、怪盗乱馬のごときリズム感、色彩の鮮やかさ、史上の美しさで群を抜いており、世間からしばしば天才指揮者と称せられた。またその失踪するような若々しさから、カルロスは常に新時代をリードする音楽家とされてきたが、実際はオーケストラを対抗配置、第一バイオリンと第二バイオリンが左右に向き合う配置したり、 楽譜に改変を行ったり、楽曲のある部分では、弦楽器の弓使いを、プルトごとに上下逆に弾かせるといった、第二次世界大戦以前に盛んだった方式を用いることが多く、父エイリヒの強い影響のもとに、旧時代の指揮者たちの流れを組んでいると見るのが、妥当である。オーケストラのパート譜は、自分で所有して、ボーイングなど細かい指示を書き込んで常に、 それをリファールで使わせたという話である。二十世紀を代表する指揮者のカール・ベームは、ドイツ、シュテルン氏、1981年8月20日後のインタビューの中で、次の世代の若手指揮者で唯一才能を認めた指揮者としてカルロスを挙げている。そこでは、カルロスは天才的な男だよ。父親のようにね。だけど、やっぱり、 父親と同じく気難しい男でね、周りの者のが手こずってるよ。彼には、いつも、お前は、義手だね。人を魅了する、つむ義手だよと言ってるよと答えている。ベームとは、特に親しかったらしく、バイエルン国立歌劇場でのベーム追悼演奏会を、指揮している。その際に演奏、録音されたものが、ベートーベンの公共曲第4番である。 カラヤンは彼を昇進正明正の天才と評しており、ヨアヒム・カイザーの談話、またバーンスタインは、クライバーの指揮したプッチーニのラ・ボエームを最も美しい超体験の一つだと語っている。1974年には、バイエルン国立歌劇場と共に初来日、1981年、1986年、1988年、1994年にも、 来日している。1992年にもウィーインフィルト来日の予定だったが病気のためキャンセルとなった。前日の通り、クライバーが極端にレコーディングを避けていたため、正規の音源は以下のもので全てである、書質 LD と記した映像ソースは全ての地に DVD 化されている。ただし、 レコーディングはしたもののクライバーが発売を差し止めたという音源も存在するため、これからそういった音源が発掘されて、正規版として発売される可能性は大いにある。ちなみに素差し止めとなった音源には、リヒャルト・シトラウス、英雄の生涯やバラの騎士などがある。オペラの公演映像についても同様である。また、リハーサルは開始されたものの中断され、レコーディングに至らなかったものとしては、 アルトゥーロ・ベネデッティ・ミケランジェリとのベートーベン、皇帝などがある。数少ない正規録音の中で最大の比率を占めるのがヨハン・シュトラウスであり、たとえ同じ作曲家であっても思考の合わない曲を演奏するのを避けたクライバーにあっては異例なことである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。